赤ちゃん、大会頑張ってきてね。うん、父の代表として頑張ってくるよ。シイラギさんもいるから大丈夫だと思うけど、ちゃんと東京までたどり着けるかな。大丈夫、お母さんもいるから。安心だけどなんだろう、この3年間。ちゃんとお土産よろしくね。任せといて、どんと美味しいお菓子買ってくるから。それは楽しみだね。ちなみに忘れ物は大丈夫。大丈夫、私が昨日2人分全部一緒に準備して確かめたから。さすが私たちの保護者。大川お姉ちゃん買ってきてほしいです。バイトなの。うん、月生とフリーのためにも頑張ってこないとね。大川、もうそろそろ行くぞ。あ、シイラギさん呼んでる。それじゃあみんな、1ヶ月ほどエールスにしちゃうけどよろしくね。うん、こっちは任せておいて。それじゃあ行ってきます。数日間実戦の相手してくれて助かった。頑張ってくる。まあ、俺の刀剣融合でどっこいどっこいのところを見るとまだまだって感じもするけど、頑張ってこいよ。まあ、私や夜桜様の刀剣融合のスピードについてこれるんだから大丈夫。出てきてないし、俺が翻弄してたし。子供みたいなこと言わないでください夜桜様。まあ、確かに道影の刀剣融合に追いついていたと言われたら数手ほど遅れていたからな、自信はないな。だが、無駄じゃなかった。俺より早い奴の戦い方をそれなりに学べた。格上しかいないこの大会では大いに役に立つさ。そうだな、世界レベルしかいない大会。俺より早くて威力もあって強い奴なんか腐るほどいる。でも勝ってこい、序盤で負けてきたら容赦しないからな。そうですね、私たちも業務の合間を狙ったくらいですからね。ああ、わかったよ頑張るさ。かなめくん、お待たせ、それじゃあ行こうか。大花ちゃんも頑張ってね。私や夜桜隊長を翻弄したくらいなんだから大丈夫よ。そうだな、カナメより大花ちゃんの方が数倍厄介だわ。一撃が重いし、治療できるし、魔法あるし、能力の精度高いし、守護天下全然突破できないし。えっちん、二人からお墨付きをもらったから自信ついたよ。よし、なら行こう。うん、行ってきます。二人ともお土産楽しみにしててね。頑張って。準備はできたわね。お土産のメモをする。東京バナナでいいだろ。バナナ。決してお前の悪口言ってない。つうかここでバナナネタ持ってくんな。まあ、とりあえず東京でウプ主たちに会ったらよろしく伝えておいて。うん、わかったよ。大会は今年は世界テロの復興対策として全世界中継が行われるらしいからちゃんとテレビに出なさいよね。詳しいんだね。ああ、この時のために何度もゆかりを捕まえてはいろいろやってたからな。そりゃあそうよ、大花たちの戦いっぷりを師匠として見ておきたいし。それに1年もマジで帰ってこなかったあの薄情なウプ主がどこまで強くなったかも見てみたいしね。そうだな、一番気になるよな。本音を言うと用事が終わったら幻想郷でまたもう一度あの時のメンバーで活動したいが、ウプ主にはウプ主の役割がある。なら私たちは仲間として大会を見てやりたいって思いがあるんだ。ちゃんとヨウムやアリスも呼んでるし、モリア組、永遠帝組、チレイデン組、コウマカン組、ユユコ、いや今まであいつと関わりがあるやつ全員呼んでる。すげえな、それ。だから言っておけ、半端な試合をしたら幻想郷の笑いものだぞってな。あはは、そうだね、それはしっかりパトに伝えておかないと。それじゃあ私たちも行こう、お母さんが待ってる。見送り感謝する、ベストを尽くしてくる。ああ、行ってこい。頑張ってきなさい。そして私たちは幻想郷は離れ、一度私の実家の式神社に向かってお母さんとの最後の調整を行うことにしてました。お母さん、ただいまー。ねえ、大花、一年幻想郷に行ってまさかまた中二病再来したの。病院に舞う桜姫から次は魔女風、もう17になるんだからいい加減現実を。違う、これが今の私の戦闘スタイルなの。戦闘スタイル、能力を魔法使いのように使うってこと。まあ、そりゃあ旗から見たら魔法だけど、あれは。だから、魔法を使うようになったの。大花、お前も若かったんだな。それでそこの彼は大花の何？彼氏、デイス。大丈夫、苦労してない。この子姉妹の中で一番バカで現実逃避するけど。いえ、私はそんな大花さんを好きになりましたので。そう、ならぜひ嫌気がさしても仲良くいてくれたら嬉しいわ。ちなみに名前は？ヒイラギ、カナメです。ヒイラギ、もしかして父親の名前って習字？父を知っているんですか？そう、なら随分寂しい思いさせたわね。あれ、お母さんカナメくんのこと知ってるの？名前だけね。この子の父親、ヒイラギ、習字は私が隊長時代の部下だったから。なら夜桜と大阪も知ってますか？知ってるわ。何せ私の隊の部下、3人1組だったんだけど、そのメンバーが、ヒイラギ習字、夜桜たくま、大阪新次の3人だったものね。そうだったんだ。かなめくんはどこに住んでたの？16まではスイスです。大阪や夜桜も同じです。そう、ちょうどあの3人が戦死した場所ね。当時の隊長として本当に悪いことをしたと思っているわ。
いえ、そういう環境で生きていた以上そうなることは想定できます。むしろ、こうやって数十年前の出来事を覚えてくれていたことに感謝しかありません。それで他の二人は元気なの？夜桜は一年前に大阪に殺されて、その大阪を俺が殺しました。でもその大阪は世界テロを起こそうとしていた人間で、それにカナメ君を人気連って組織を使って殺そうとしてたんだよ。だから、戦場に出る異常殺傷は仕方ないわ。大岡だってそれはわかっているはずよ。それを言ったら私だって現役時代は1000以上の人を殺してる。私だってそういう世界に生きていたもの。わかるわ。とりあえず大会に出るのよね。ゆっくりしていきなさい。部屋は客間があるからそこで数日泊まっていきなさい。ありがとうございます。それで出発が8日の夜の夜行バスで9日の朝に東京到着って予定でいいんだよね。ろかにも連絡して道案内をお願いしているから大丈夫よ。今日は3日だから今日から6日間は各自調整してから大会に挑むわよ。かなめくん覚悟してよね。お母さん元地球防衛軍の隊長さんだからすっごく強いんだから。お父さんから聞いたことあるけど、あの月読み発行を唯一心身ともにコテンパンにしていた人物らしいからね。マジか。違うわよ。あのバカが仕事サボって女遊びとかしてたからぶん殴ってただけよ。いや、普通ぶん殴れないだろ。よし、それじゃあ準備して庭に出なさい。実力を見てあげるわ。そして数日が過ぎて出発当日の8日を迎えた。ここでレイカさんを倒さないともうリベンジできねえ。二人がかりでやっとまともに戦える。末恐ろしい人だ、まったく。クラッターのリスク。いかれるか。くそ、早すぎる。7-8、満開しませんか。やるわね。開始早々もうここまで追い込むなんて。多分ここからいくつかのハメコンボを決めてくる。ゲームが得意、特に相手の弱点や攻略を見つけて叩く。大川は戦略性と臨機応変さが非常に高い。能力を使うか。呼んでいるよお母さん、そうするしかないよね。私も遊んでたわけじゃないからね。そろそろお母さんも倒すよ。3、満開しませんかね。まだ私の知らない能力。3を混ぜてきた。冗談でしょ。さっきの守護戦火より強度が高いっていうの。飛ぶしかないよね。知ってたよ。全魔法かぶつき。何をまだ仕掛けて。あのコンボはかぶつきコンボ。あの大技を絶対にぶつけるための技。大川は考えていた一人で戦う方法を。それがあの方法。一つの技を点火して多くの点と点をつなぐことで本命の大技を決める。無限霊力という条件が存在しない大川だからこそできる主題だ。お母さんなら絶対に抜けてくる。ならさっき使ったランを使う。さすがお母さん、よくかわしたね。かわした、直撃よ。何もできなかったわ。ふう、じゃあ私がお母さんから一手を取ったってことでいいかな。でもそこで油断するのは甘いわよ。そう、もうすでに奇跡はあったんだよラン。私が編み出した12種類の霊力と魔力を混ぜ合わせて作った特殊魔法能力。今は同じ動きをさせるってところかしら。正解。でもこれだとまた破られるから、ここからはカナメ君に任せるね。任せるってほとんど終わってんじゃねえか。あちゃー、これはもうダメねー。参った。解いて、これ疲れる。いやー、まさか最後の最後に大岡とカナメ君に負けるなんてねー。この1週間お母さんレベルと戦い続けたからだよ。もし1週間前の状態で大会に出てたらここまでの完成度にはならなかったもん。でも、ラン、輪っかはなかったじゃないか。あれはお母さんを倒せるって手応えを感じた時に使おうって決めてたの。いやはや、速さと能力には自信あったけど、あそこまで連続で狙われたらどうしようもなかった。はぁ、昨日放火に負けそうになった。って言ったけどまさか次の日に任されるとは思わなかった。まだ別火やろか、せっかくも負けてないのに。さて、先にお風呂入ってきなさい。その間にご飯を作っておくから。あとはゆっくりしましょう。今から休んで当日は万全な体制で挑むわよ。こうして七神社での特訓を終えて7月9日、とうとう私たち3人は東京に到着するの。みんな元気かな？ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。
ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいてね。